今から学習発表会でやった断念座をするので、どうぞお聞きください。どうぞ。お願いします。問題ないとか大丈夫って意味だよ。そうなんや。ダメダメだ、ダメダメ、語りながらまったいね。いけいけ、思い出なんて言ってるもんなら何年やって。ダメダメだ、ダメダメ、語りながらまったいね。いけいけ、思い出なんて言ってるもんなら何年やって。あわらに社会に勝ち山を、YouTube 上げたらどうですかね。今の多分ね、見たら全国の皆さんが
あのですね、あのレゲエの授業をやってるっていうのは実はですね、日本全国で福井県だけなんですよ。やったやったって本当に福井県で今岡保小学校、みのり小学校、大野優秀東小学校で、ここの北日野小学校、もうこれだけなんですよ、日本全国でレゲエの授業をやってるっていうのは。だから皆さん誇りに持ってて、その中でも今日こんな風に発表されたのは僕初めてだったので、すごくアレンジがすごかったので、特にあの妖怪、誰か妖怪屋さんなんですか家妖怪屋さんですか、こんにゃく屋さんですか水岡も作ってるんですか、え、水岡作ってるんですか、あのカメラ女福岡水岡あのマニアなんですよね水岡の箱を全部集めてるんですよ。これはどれくらい練習して作られたんですか。1ヶ月で。結構大変じゃなかったですか。多分うららの在庫をチャガチャガにすればあの辺が多分大変だと思うんですけど、はい、で少しテンポ落としたんですね、はい、でも、はい、口が回らない、ま、いやいや、ありがとうございます。これあのせっかくなんで、記念なんで、もし YouTube 上げていいっていう人がいたら手を挙げてもらっていいですか。じゃあこれは YouTube に上げさせてもらって、もしあのここの学校のホームページとかあるんであれば、はい、ここのホームページとかでもなんか紹介してもらってもいいと思うので、はい、素晴らしい方です、本当にありがとうございます。一番最後、はい、あとぜひ北日野小学校の先作ったあの歌もあの帰りの会のテーマの曲にしてもらってぜひあの美濃小学校とか岡場小学校とか作った曲がそのまま帰りの会の曲になって、みんな今だいぶ歌ってるらしいので、はい、ぜひ使って今日からぜひあのやってみてください。今日はあの本当に最後いいもの見れたんでありがとうございました。本当にありがとうございました。じゃあお礼の言葉を、はい、ちょっと前に、前で、今日は北井の小学校100周年記念のために来てくださってありがとうございました。私たちは学習発表会の時に断念座を歌わせてもらいました。歌った時は面白かったし、とても楽しく歌えました。歌と一緒に福井弁が楽しく勉強できました。今日もいろいろと教えてくださってありがとうございました。また楽しい歌を作ってください。はい、ありがとうございます。今日は北井の小学校に来ていただきありがとうございました。ありがとうございます。みんなで作った曲や特別授業はとても楽しかったです。ビデオを撮った時もとても楽しかったです。断念座を初めて聞いた時はとても難しそうだったけど、みんなできちんとできるようになれてよかったです。これからも頑張ってください。はい、ありがとうございます。でみんなで、あ、どうぞ、はい、あ、いいです、あ、もうなんか言えばいいですか、あ、じゃあ、はい、なんか何を言えばいいですかね、あの、断念座、断念座ってさっきから言ってるんですけど、一つ言い忘れたんですけど、僕がなんで福井弁をレゲエに合わせるようになったかっていうとですね、ジャマイカっていうのは英語の島なんですよ。でも英語の島なんですけど、ジャマイカ弁っていう福井弁みたいな訛りがあるんですよ。それを胸張って堂々と使って、今世界で一番熱いジャンルとして扱われているレゲエっていう秋田県ぐらいの島のやつがですね、だから福井のこの福井弁の曲が世界に飛び立つ時も近いんじゃないかなと思ってる。実はもう最近本当にスペインの人からあのダンネーザの曲ちょっとないかとかメールが来たりとかですね、メキシコからダンネーザないかとか、あとオーストラリアの人とかっていうんですね。だから逆に世界の人の方がそうやって方言を面白がるので、ぜひ普段から福井弁を使ってみんな話していきましょう。で、僕が今福井弁喋ってないですけどね。ということで、今日はありがとうございました。本当にこちらこそいい経験になりました。みんなでお礼言いましょうか。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。お世話になりました。高橋ちゃんでした。真角さんでした。すみません、どうもありがとうございました。